飛んでてんだっけな、トンネルはちょっと電波悪かったんですよ。だからトンネルなんか入れないんでね。130何万するの？高いな。133円じゃねえのかよ。ねえ、お若高えな。はい、かぐさんこんばんはね。いらっしゃい。10分できるの残念。ごめんなさいね、ほんとね。そう、月曜日ね、ちょっと奈良の方やろうと思っててね。そう、でも天気が微妙なんでね、ちょっと。今見てると40から50なんだよ。だからこっち来たら、多分雨降ったら終わりなんで。あれ？なんか今白い。あ？なんか今なんかその白っぽいのが横切ったよ。そこ。映るよ、映るね。車忘れちゃったんで。あ、でも黄色だね、こう、ちょっと黄色。うん、黄色。黄色だね。注意だね。うん、でも黄色で高いよ。800とかあるからね。うん、不気味。やばそうだよね。こんな感じですよ。だって怖いね、暗くすると。これは怖いわ。はい。誰かいます？こんばんは。参りました。いますか？はい。お元気？ライトなんかいる？とね、いない？いませんか？はーい。誰かいます？うおー！なんか上から降ってきたよ、なんか水みたいなのが。今は。そういう いたずらやめてくれないかな、ゆうれさん。くすぐるぞ。いないやろ、いないか。怖いね。くすぐっちゃうぞ、ゆうれちゃん。そう、行けるとこまで行くけど、ちょっと電波がないかも。いたずらで上からいきなり降ってきたの、水が。こいつよ。ん？ダメ？川島さんがシャッターが降りないって、マニュアル設定だから、ねえ、うん、ちょっとね、いるのかな、ここ。え、なんかいた。待って、おい、来たろ。許さないぞ、お前。そうやってわざとね、嫌がらせするのはよしなさい。今、落としたじゃん。カタンカタンみたいな感じで聞こえたよね。聞こえた、聞こえた。三人聞こえた。ヤギュウさんも聞こえた、聞こえた。いや、風間さん聞こえた。マジ？違うものに神経してる。だからお経唱えてる。今だってカタンカタン。今お経唱えもう一回やお経やってみて、ヒデさん。じゃあお経言っても不動明王の質問やん。うせつまかはんにゃはらみた神経。おー、すごいな。そこまで言うんです。いるかな。そう、本当鬼太郎にやってもらうぞ、お前。妖怪電波で。いや、落としたんだよ、本当。伊勢さんが言った後にカタカタ真ん中辺ぐらいで落としたの。鬼太郎、誰かいますか。それで隠れなくていいから出てこいよ、バカって言うと来るかな。おい、来たろ。いや、でもなんか音してますよ。うーって。ほら、ほら、来た、なんで来たでしょ。うん、聞こえた、聞こえた今。ちかさん、こんばんは。あれ、トントントンって聞こえたでしょ、トントントンって奥の方で。はい、こんばんは。平本さん、こんばんはね。赤森さん、こんばんは。いや、奥の方でね、トン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 って、なんか。何今の？今の電車じゃないですよね。電車の音しないで。何今の